はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今回お届けする記事は、統合幕僚長、中国人記者の挑発を一蹴というね、なんとも、響きのいいタイトルをつけたわけですが、こちらの記事をね、ご紹介したいと思います。統合幕僚長、中国人記者の挑発を一蹴、安保法制の目的は日米同盟の強化といったね、記事が出ていましたので、こちらの方をご紹介した後に、またこれに関する、ちょっといくつか違った情報もですね、お伝えしていきたいと思います。はい、ではまず記事の方、誠司さんから読んでいただきましょう。ではどうぞ。大森義久統合幕僚長、中国人記者の挑発を一蹴。から安保法制の目的は日米同盟の強化から。ワシントンでの報道活動の楽しみの一つは、日本でなら簡単には会えない日本各界の重要人物に頻繁に接する機会があることだ。ついこの7月16日には自衛隊の制服組のトップの河野克俊統合幕僚長の話を聞くことができた。河野幕僚長が日本の安保法制に関する中国人記者の誇大な非難の質問をさらりと切り返したのが特に印象的だった。河野幕僚長は米軍のマーチン・デンプシー統合参謀本部議長の招待で7月12日からアメリカを公式訪問し、16日にはワシントンの大手研究機関の戦略国際問題研究所 CSIS で講演した。日米同盟の推移と前進というタイトルで、日本を囲む安全保障状況が主体。河野幕僚長は北朝鮮の核とミサイルの脅威や中国の大規模な軍拡による日本への重圧について明確に語り、同盟国のアメリカとの連携強化についても説明した。司会役は元国務副長官のリチャード・アーミテージ氏が務め、質疑応答を進めた。その過程で中国の上海メディアグループの所属を名乗る若い女性が事前に紙に書いた質問を読み上げた。安倍政権の安保法制案の真の目的は中国脅威論を煽り立て、日本の軍事活動への制約をなくしてアメリカの支配の枷をも取り除くことだという認識にあなたは同意しますか。中国政府の主張を一応質問の形にしたプロパガンダ的な発言だった。しかも英語が分かりにくく、河野氏についていた通訳も最初は意味が理解できず繰り返しを求めたほどだった。ワシントンでは中国や韓国のメディアが自国の政府を代弁するようなこの種の質問や発言をすることが多いのである。さてこの質問に対し河野幕僚長は次のようにすぐ答えたのだった。いえ、同意しません。安保法制案は今審議中なのでコメントを控える方が良いのでしょうが、この法制の理由は日米同盟を強化することです。安保法制の目的はただ一つ、日米同盟を強くすることにあるという回答なのだ。この簡潔な答えに中国人記者も黙ったままだった。しかしこの質問は日本の日米同盟強化策を何とか阻止したいという中国政府の本音を期せずしてあらわにしていたこと。日本の安全保障に関しては中国の反対することは大体は日本にとってプラスになるというのが近年の現実だと言える。日米共同のミサイル防衛などはその典型だった。しかし中国側の政治的意図も露骨なこうした発言をさらりと交わし、ごく簡単に反撃までを発した河野幕僚長のまさに対応は鮮やかだったと言えよう。大森義久ジャーナリスト、国際教養大学客員教授。はい、というね、記事でした。記事に戻りまして、今回の記事で、出てきた河野統合幕僚長というのはこちらの、河野克俊さんですね。現在60歳。あだ名、ドラえもん。もう確かに、ドラえもんに似てるんでしょうかね。うん。なかなか面白いですね。ウィキペディアのところにあだ名でドラえもんと書いてあるのも。うん、日本の海上自衛官と第31代海上幕僚長を経て、第5代統合幕僚長ということですね。うん、でちなみにこの統合幕僚長というのは、こちらもウィキペディアのページを出しましょう。統合幕僚幹部の長であり、陸海空の自衛官の最高位者ということですね。うん、ですから、まあ、日本の自衛隊における、トップと直
頂点に君臨している方がこちらの、川野克俊さんということです。はい、で記事に戻りまして、この川野さんが、まあ、中国人記者のね挑発めいた、質問に対して、答えた言葉がこちらですね。いえ、同意しませんと。安保法制案は今審議中なのでコメントを控える方が良いのでしょうが、この法制の理由は日米同盟を強化することですとね、きっぱりとね、言い切りました。やっぱりこういう、なんて言うんでしょうね、きっぱりと、それでもってシンプルにね、力強く発言するというのが、こういった中国とか韓国にはね、まあ一番効果のある、答え方だと思いますよね。素晴らしいですね。この、河野さん。失礼しました。河野さんですね。で、河野さんに関して、またもう一つちょっと違った記事をご紹介、しましょう。こちらはですね、河野さんが統合幕僚長に就任した時の記事です。産経ニュースで記事が出たのが、確か去年ですね。去年の10月17日。約22万人を数える制服組自衛官のトップ、第5代統合幕僚長に、14日付で就任したと。そういうことですね。で、その就任の時に語った、この、河野さんね、ちょっと写真を大きくしましょう。こちらですね。まあ、顔は非常に優しげなお顔をね、されてる方ですが、諸君に要望したい。第一は政教即応であると。真の即応が求められる時代に入っていることを明記してもらいたい。第二は伝統の継承である。良き伝統を 諸官と共に築き上げていきたいと。かっこいいですね。そう呼びかけ、表情を引き締めたと。そして昭和52年に海上自衛隊に入隊。現場勤務の多い喫水の船乗りとして歩み、第3護衛隊軍司令時代にはインド洋派遣の指揮官も務めたと。そして昭和20年のイージス艦衝突事故では、海爆防衛部長として自衛隊批判の矢面に立ち、苦しい時期を過ごしてきたこともあると。そういうことですね。まあいろいろ苦しい時代とかね、厳しい時代もそういうことを乗り越えて今の統合幕僚長に就任したということですね。そして今回のアメリカではね、まあ中国人記者の、なんて言うんでしょうね、まあ皮肉めいたプロパガンダ的な質問にもね、バシッと答えたと。素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、というね、なんとも気持ちのいい記事を今回ご紹介しました。はい、ではですね、動画をご視聴いただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。